レベル N5 の試験科目は、言語知識と読解と聴解です。言語知識と読解と聴解は、大問がそれぞれ4つと6つと4つあります。すべての問題例を一緒に解きましょう。問題1。問題1では、はじめに、質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番。クラスで先生が話しています。学生は今日、うちでどこを勉強しますか？では、今日は20ページまで終わりましたから、21ページは宿題ですね。全部ですか？いえ、21ページの1番です。2番はクラスでします。学生は今日、うちでどこを勉強しますか？問題2。問題2では、はじめに、質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、正しい答えを1つ選んでください。1番。女の人と男の人が写真を見ながら話しています。田中さんの妹はどの人ですか？ああ、この男の人が田中さんですか。ええ。その隣の人が奥さんで、前にいる女の子が田中さんの子供です。かわいいですね。この帽子をかぶっている人は誰ですか？田中さんの妹さんです。そうですか。じゃあ、このメガネをかけている人は？ああ、そちらは妹さんの友達です。田中さんの妹はどの人ですか？問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。それから正しい答えを1から3の中から1つ選んでください。2番。友達の辞書を使いたいです。何と言いますか？1。この辞書、ありがとうございました。2。この辞書、貸してください。3。この辞書、いいですよ。問題4。問題4には、絵などがありません。文を聞いて、
1から3の中から正しい答えを1つ選んでください。1番お国はどちらですか？1あちらです。2アメリカです。3部屋です。次は言語知識です。